あんたの話も何年も前だよ。冗談じゃないよ。ずっと英語言ってんじゃねえか。日本語版を入れましたので、ね、本当に面白いです。すっごい面白いです。多分びっくりする。まあ今もびっくりしたと思うけど、はい、あのキャラもあのキャラもっていう感じでね、うん、びっくりした方もいらっしゃると思いますけれども、あのさ、ルフィがさ、あの決裂かっていう、うん、あの時のあの鳥はあんたがやったの？あれね、うん、あのカモメミやったのあんた。オーディションで落ちたんだ、あれ。あー、落ちたか。厳しいんだ、ネットフリックスだからね。すごいオーディション。あれ俺だったのかな。うん、そう、ね、前はそうだったね。そうそうそう、鳥系はほとんど、ね、鳥系はね、うん、うん、残念、違うんだって、はあ、鳥系は担当されてないってことですね。中井さん、カルーは取るぞ。カルーそこは譲れない。中井さん、いかがですか。いいとこいっぱい出てましたね、うん、はい、僕はあのルフィがナミさんに帽子かぶせてると、うん、自動的に泣く体質になってるんですけど。わかる、わかります、わかります。みんなそうだよね。もうダメなんですけど。いや、まあ、うわ、これもやる、これもやるんだっていうのがちらちらと見れて、もう本当にすごいですよ、皆さん。本当すごいことになってますんで、すごいことになってる。楽しみですね。はい、岡村さん、いかがですか。はい、本当すごいなと思うんですけど、私はあの、うん、メリーが今私たち3人に乗ってるじゃないですか、はいはい、でメリーをね、見送ったという過去があったので、うん、なんかこう、メリー、うん、元気にいるみたいな、そこに感動してしまって、でメリーお口開いてるじゃないですか。笑ってると思って、幸せそうと思って、すごい喜びました。受け取り方独特。そうかな。本当ですか。笑ってると思って、幸せそう、よかったなって思いました。うん、カッペイさん、どうですか。はい、本当僕の収録の時とかにも、リハーサルとか見たりするんですけども、はい、もうその時からすんごい夢中になって見ちゃって、で今出来上がったのを見てもやっぱその頃から見てももっとすごい仕上がりになってるんですよ、うん、なんかもう今のトレーラーだけでもものすごい夢中になって見たんで、いや多分もう本当に皆さん喜ぶと思います。本当にすごい作品ができたなと思ってますんで、はい、いろんなキャラの再現度が半端ないですよ。そうですよね。はい、平田さん、いかがでしょう。あのさ、はい、ウソップに歯がないっていうのもびっくりしたよね。そう、確かに確かに、ああいうビジュアルって、うん、特にあのアニメ漫画原作だったりするとそこにこう寄せたいとか、はいはい、よりどころが欲しいなと思うんだけれども、はい、日本でやっていろんなイベントでもみんなウソップ役の人鼻つけてたりするんですけど、うんうん、ね、すごい勇気がいるなと思ったし、でも僕ボイステストを僕らも一応受けたんですよ、うん、その海外版をやるにあたって、はい、でその時に本当に普通に何の違和感もなく、向こうの役者さんのジェイコブさんが本当に何の違和感もなくウソップだったんで、もう何も考えないで多分やってて、ボイステストの当日にあけみちゃんにウソップ鼻がないですねって言われて初めて気づいたの。あ、そんなに、うん、そんなに本当だって言われて、あ、鼻ないと思って、でも全然違和感がないんですよ。そうそうそう、サンジのビジュアルも最初あれなんだっけ、手配書かなんかで出てきた時はちょっと巻いてた、知ってる、遠慮がちにあったんだけど。今の見てもこれから治るのかな、絵が、ね、そんなことないよな。眉毛も普通の眉毛でやってるから、うん、勇気あるなと思ってさ。いやでもこの実写版見てて思いましたもん、サンジってワンピースの中で2枚目なんですね。今気づいた。これ見るまで気づかなかった。ちょっとついつい忘れがちになりますよね。いや俺もそうなんだけどさ。あんたもそうなんだ。あんたもかい。オダッチが悪いんだよ大体。実写の吹き替えって、僕は吹き替え畑から来たんだけども、はい、大変っちゃ大変なんだけど、うん、特にアニメで20年近くやってると、うん、アニメのテンポの喋り方っていうのがあるんだけど、はいはいはい、同じこと喋っても、はい、言葉数が多いから、あ、サンジのニュアンスを壊さないまんま、うんうん、あの口パクの中にこれだけのセリフ入れるのかなって、多分みんなもそんな経験あると思うけれども、はいはい、生地やってなければね、うん、実写にだけ合わせるだけだったらいいんだけど、いやでも今までやってきた3時もあるしなっていうので、多分皆さん苦労したんだと思 う、ね、特に僕はすごい苦労しました。ねゾロはね実写もセリフ少ないから、はい、まあ
寡黙でしたね、まあ、中井くんは、うん、アニメで楽して、うん、実写で楽してるって感じですかね言い方まあ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 、少ない言葉数で短いセリフでかっこよく見せるってのはまあちょっとサンジさんには無理かもしれませんねおや、いやでも僕は技名を言うときにへはこきませんからいや僕はもっとお腹から声出してくださいとかそんな素人みたいなダメ出しは受けたことはないですね。うるせえだそれ、何年も前だろうがよ。あんたの話も何年も前だよ。冗談じゃないよ。どうやっていい声でいいんじゃねえか。どうやめるかこれちょっと私に被ってるあなたたちお、うん、ねえいい子いい子されちゃう。読めません優しいな本当ね、実写は私たちに被ってましたよね、ゼンちゃん。まんまやねん。そうですか、そうですね、そうでしたということで実写版の期待値が高まる一方ですけれどもこちらの実写版について小田先生よりメッセージを頂戴しております。お、こちら、はいはい、まゆみさん、代読を、ね、小田先生のメッセージの代読といえばお願いしてよろしいでしょうか。まゆみさん、手紙の前にメガネをかけて、メガネを装着してお願いします。装着、当たり前でしょ、はい、あれはスカウターです。文字を読むときは老眼鏡老眼鏡か、言っちゃったよ言っちゃった老眼鏡よっ。さて、実写版ワンピースティザートレーラー予告動画が公開になりました。本編公開日も8月31日に決まりました。言っておきます、この作品に一切の妥協はありません。そして祭りはもう始まってます。少しずつ出る情報に飛び交う意見もすでに面白い。まず7年前ワンピースを実写化しようと思ったことが面白い。あの世界をどう現実にする、世界観の構築、役者さんたちの試み、衣装、実写ならではの見せ方、会話、いろんな人たちが悩んだ全ての工程がお祭りです。多分公開されたら、あのキャラがいない、あのシーンがない、原作と違うって声が一定数聞こえてくるはずですが、それも愛ゆえということで僕はそこも楽しむ所存です。ストーリーはあの辺までを全8話で、撮影が終わってるのにここ面白くないから世に出せないですってことで再撮影してくれたシーンもいくつもあります。逆にこんなシーンルフィらしくないでしょうって言ってたのに、撮影してみるとイニャキルフィなら成立してる、むしろいいってシーンもありました。実写ならこうしないと不自然ってことがたくさん起こりました。イニャキイコールルフィの役者くん、制作チームは実写のプロであり、はっきり言ってワンピースオタクです。詳しい人ほどスタッフの作品への愛に気づくと思います。よし、これで公開しようって決めたのは6月です。頑張ってくれた担当誌は長かったですねって泣いてました。苦労したから成功するって世界じゃないけど、僕はもう制作チームもキャストも大好きなので、早くみんなが世界で称賛されてほしいし、万が一文句が来るなら僕も一緒に引き受けます。さあ、どんな気持ちで待っても同じ1ヶ月、まあお茶でも飲んでお待ちください。栄一郎小田。小田先生、素敵なメッセージありがとうございました。まゆみさんも代読ありがとうございます。ありがとうございました。代読させていただきました。本当にね、実写版が楽しみですけれども、うん、ちょい絵が可愛いよね。可愛い。そうなんですよ、うん、吹き替えが発表された際の皆様のコメントを改めてここで表示させていただきますので、まずはまゆみさん、これ吹き替えてのどうでした、実写版。
さっき、平田君も言ってたけど、はい、なかなか、二十何年もこう、ね、無音のところから我々作っちゃったじゃないですか、うん、やっぱり英語になるとどうしても変わっちゃうところがあって、それはね、どうしようと思いました。まあ、皆さん見ていただいて、その我々の苦労も、分かると思います。やっぱり英語にした時の、うわ、ここで間を置かなきゃいけないんだ、まあ、ブレスって言ってタイミング、口閉じたらもう音は我々出せませんので、うわっていうところもいくつかあったりしましたけども、何しろ仕上がりが、おだちが言ってる通り、もう、うん、すごくいい仕上がりです。なのでお楽しみにしていてください。ありがとうございます。中井さんはあの口数が少ないということですけどそうですね、はい、口数少なくて、でもいわゆる真剣さんが解釈したゾロっていうのに寄り添う形の芝居を心がけたんですよ、はい、そういう意味で言うと、なんか、あ、ここのシーン、まあ、もちろん描かれ方が違ってるってもあるんですけど、はい、あ、演じ方こうか、なるほどなっていうことを思いながら、なんかこう、うん、共同作業じゃないですけども、そういうような気持ちでやらせていただきました。だから、あの、同じシーンでも多分新鮮な感じで見ていただけるんじゃないかなっていうふうに思います、はい、岡村さんはいかがですか。はい、私はそうですね、二十数年前にオーディションでね、受かって最初もう船長と私とね、中井さんとで一番初めにやり始めた時の感動と、また実写を一からやらせていただけるっていう感動がまたこうひとしおというか、うん、あの時二十数年前にこんなことが起こりうるとは思いもよらなかったので、本当に幸せな時間をいただきました。ありがとうございます。皆さん本当楽しみにしてください。ありがとうございます。カッペさんいかがでしょうか。はい、そうですね、やっぱりあけみちゃんとね、同じように始まりの海からまたこの5人でね、冒険を始められるっていうのに本当に感無量でした。で、ジェイコブさんが本当に多分アニメのウソップとかをすごい研究してくださったんじゃないかなと思うんですけど、もう本当に細かい表情がまんまウソップなんですよ。なのですごくやりやすかったです。ぜひ楽しんでほしいと思います。はい、ありがとうございます。平田さん、先ほど苦労したというふうにお話もありましたけども、いかがでしたか。一番緊張したのはやっぱりボイスオーディションですよね、ボイステスト。はい、まあ、そういう選択肢ももちろん我々アニメ声優がつくっていう選択肢もあるんでしょうけれども、うん、これちょっと考えてください。いや、そう聞いたわけじゃないんですけど、僕の想像だけど、一人で、例えば僕は昔の話するとゾロ落ちてサンジになったんですけど、誰がやってもよかったんですよ。で、たまたまサンジやらせてもらえるようになったんだけど、この吹き替え版って一人ダメでも全員ダメになるんじゃないかなって。そうだね。まゆみさんルビーになりました。カッペちゃんウソップです。あけみちゃんナミさんです。中井くんはゾロ簡単だからやります。平田はって新しい人が、それならいいけれども、あの子ダメだったからオリジナルメンバーではやめようってことになると思うと、うん、なんだよこれ、誰が誰のせいで落ちたか分かんないけど、すげえ みんなのあれを背負うことになるなと思って、 すごいそれが緊張しましたね。それを見事クリアされて皆さん集結ということなんですよね。中井さん、いや、僕もし僕はいざとなったらマッケンユーさんがやるんだろう、ね、いやね、マッケンユーさんは日本語上手だから。それを言っちゃ何日本語上手だから、何マッケンユーさんがやってたら、もうだから僕黙ってよと思ったのに我々も通ってましたよ。うん、そうですよね。そこはそれなんでクーニュースクーは落ちたんだろう、うん、本当だね、本当だね。そんなにやりたかった。サンジよりやりたかったんです。だってあんな目立つじゃん。目立ってたね、今日の。確かにね、サンジよりアップになってたじゃん。じゃあぜひ8月31日に平田さんもネットフリで見て誰がやってるか確認してください。そうですね、そちらも楽しみにしていただければと思います。ありがとうございます。